いまから記者会見を行います。本日は知事からの発表はございません。本日の進行は NHK 盛岡放送局の矢野記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。 NHK 盛岡の矢野と申します。よろしくお願いします。本日は記者クラブを代表しての感謝質問用意がありませんので、各社様質問をお願いいたします。岩手日報の小林と申します。よろしくお願いいたします。はい、まず台風19号の関連なんですけれども、発生から被害があってから2年が経ちました。知事の所感を教えてください。はい、日本全体が影響を受けて、東日本が特に被害が大きく、岩手県でも大きな被害があり、犠牲もありました。それまで被害を受けてなかったようなところに、かつてないような被害が出たり、東日本大震災、津波、そして、5年前の台風の被害を受けたところ、そこに重ねて被害が起きたところもあります。まだ仮の住まいに県内でも住んでいらっしゃる方いらっしゃいますし、復旧事業が終わってないところもあるんですけれども、しっかり取り組んで、復旧復興を進め、そして、東日本大震災津波と同じ視点ですけれども、この生活なりわい、これを再建再生させ、安全を確保していくようにしたいと思います。はい、ありがとうございます。防災というところなんですけれども、近年は災害の激甚化というところで、いろんな災害が起きますけれども、防災の取り組みとしてですね、改めて県として今後、どのように取り組んでいきたいか、知事として力を入れたい分野点などございましたら教えてください。過去の経験を生かすことが重要で、5年前の台風災害で福祉施設、障害者施設、大きな被害が出て犠牲も出たということで、そういう施設の避難計画の整備や、避難訓練の励行ということ、大事だと思います。2年前の台風19号の時に、その成果あった地域もあったと思います。それから県と市町村の連携というのがますます強化され、県でお願いしている専門家の皆さんからのこの防災アドバイスが市町村に早め早めに入って、市町村における避難のですね、住民の皆さんの避難のこの決定やこの実行がスムーズにいくというところも発展していますので、そういったところもやはり大事にしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、コロナのワクチンの関連なんですけれども、岸田首相が3回目の接種について早ければ12月というようなお話が発言がありました。岩手県については、3回目の接種についてどのような対応状況か教えてください。これは実務的にも国と地方の調整が進んでいるところでありまして、岩手県においても、まずは先行接種を行った医療従事者の皆さんですね、医療従事者の皆さんへの接種、これを岩手県においてもスタートすることが必要ということで、国の方でも早ければ12月からと言ってるんですが、岩手県としても12月から医療従事者の接種を開始できるように体制を確保していく必要があると考えています。それに必要な、ファイザー社製ワクチン、ファイザー社製ワクチンが、11月中に、配送予定となっていますので、県としては円滑に接種を進められるよう、県医師会や医療機関等と、
情報共有や調整を行って3回目接種の準備を進めていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、岩手日日新聞社の石川です。よろしくお願いします。はい、すみません、話が変わって衆院選の関係なんですけれども、はい、昨日ですね、立憲民主党党本部が岩手1区の公認を、まあ、品さんに決定したと発表がありました。県連のですね、小沢代表も継続して、承服できないと最高党本部に求めていました。まあ、それを受けての党本部の判断ということですが、あの佐野さんを擁立したですね、知事の受け止めを聞かせてください。スターウォーズでは、カイロ・レンが自分を犠牲にして、主人公レイを助けることで宇宙の平和がこう実現するわけであります。今持っているものをこう手放すことでより大きなものをつかむことができるということがありまして、まあ、品議員にはですね、この今持っているものにこだわらず、むしろそれを手放すことでより大きなものをですね、得られる可能性を追求してほしかったなと思います。一方、達祖講演会として、佐野理恵さんを応援するということがありますし、それは野党共闘の枠組みの中で、一緒に戦っていこうということでもありますので、まあ、そういう形ができることを期待しています。まあ、この野党共闘というのは2年前の参議院議員選挙と知事選挙が岩手における野党共闘 この最先端で、まあ、知事選挙が一番近い共闘の成功だったわけですが、私は国民民主党、当時の国民民主党を基軸とし、国民民主党、立憲民主党、共産党、社民党の推薦をいただいて、まあ、当選させていただきましたので、まあ、私としてはその枠組みが今回の衆院選でも生かされて、まあ、そこをこう私もこう応援していくということをこう基本にしたいと考えています。まあ、岩手1区がそうなるように願っていますし、まあ、岩手2区3区は大体そういう形になっていますので、まあ、応援の仕方についてはこれは臨機応変に対応しようと考えておりますけれども、まあ、それが衆院選に関する私の基本スタンスになります。はい、ちょっと今の回答での確認なんですが、その品さんが手放すべきだというふうに今発言されました。それの、まあ、真意というかですね、意図は何を手放すべきだったというふうなことでしょうか。まあ、岩手1区で党公認で立候補するということですね。党公認候補としての立候補を、まあ、辞退すべきであったというような、うん、というのはやっぱり2年前 その最先端、品議員はこの当時の国民民主を基軸とする立憲民主も含む野党共闘の中にはこういなかったわけで、そういう実態をベースにやっぱり未来を考えていくことが、まあ、本人のためにもなるというふうに思います。まあ、そうすると、まあ、野党共闘の枠組みで戦えないのであれば、まあ、基本的にはそこから出るべきではないというような捉え方なんでしょうか。まあ、そもそも品さんは前も野党共闘に対して距離を置いてましたし、前回もそうですけど、ずっと距離を、はい、一定の距離を置いてたのに、基本的にその位置っていうのはやはり野党共闘の枠組みでなければならないということから、はい、それを実現できないのであれば辞退すべきだということでしょうか。まあ、こうそういう当時の国民民主党を基軸とし、まあ、当時のこの国政野党が共闘して、そして、まあ、参院選から知事選へと戦った、その流れを
その枠組みをやはり尊重してほしいということですね。でそして、うん、そうすることが、まあ、みんなのためにもなるんじゃないかということです。そしてそうするとその枠組みをやはり実現できるのは佐野市であり、そういった野党共闘の枠組みで知事のスタンスとしてはあの応援したい、支持というか支援したいということでしょうか。そういうことですね、はい。あとすみません、私質問最後なんですけど、先ほどあの知事もお話しありましたその応援についてなんですけど、市民性の関係について、先日佐野さんがですね、あの知事が街頭を自分の街頭を聞いてアドバイスしてくださったという話ですが、具体的にですね、例えばその期間中であったりマイクを握るとかですね、大声とかそういったところの応援というのは今のお考えはありますでしょうか。もうここは臨機応変ということで、述べさせていただきたいと思います。あの選挙応援の仕方というのはこの あらかじめ言葉でこういう応援をするって語ったことが、その実際にはそうしなくてもその言葉だけでさまざま反響を巻き起こしたりしますので、まあ、そういう意味ではあらかじめ予告とかですね、しておくことは適当じゃないと思いますし、またそもそも状況の変化に応じて対応していくということが基本になりますので、やはりそこは臨機応変に対応というふうにさせていただきたいということです。それは1から3も含めてということですか。そうですね、1、2、3、3ということです。まあ、理論的にはさらに全国のもいろいろありえるのかもしれませんが、いずれまず基本的には岩手の選挙については臨機応変に対応ということです。はい、わかりました、ありがとうございます。河北新報の坂本と申します。はい、知事以前衆院選の岩手1区の状況について最終的にハッピーエンドになるとおっしゃってたと思うんですけれども、その先ほど知事が言った通り、その品氏が、党の公認候補として立候補すること自体すべきだったというのもあった通り、現状その知事が考えてた状況とはまた違った状況かなと思いまして、現状その知事がおっしゃったハッピーエンドというのには向かってはいるんでしょうか。選挙の届け出がなされなければ、実際まだ立候補というのは確定しませんので、まあ、私が願う、まあ、岩手の政治のあるべき姿っていうのはスターウォーズに例えながらさっき言った通りです。ということは、まあ、知事としては今後その、まあ当日までその品さんに、まあ、辞退してほしいということを、まあ、何かその伝えるつもりとかはあるでしょうか。まあ、そこは臨機応変に対応の中に入ってきますね。分かりました、ありがとうございます。あともう一点、佐野市についてだったんですけれども、昨日記者クラブの方で佐野さんの横顔取材がありまして、その中で佐野さんが今の日本の現状について党派を超えた協力が必要だって話をしてまして、でその考え方について知事の指導があったというふうな話をしてました。実際その佐野さんにはそういったアドバイスもされていたんでしょうか。そうですね、さっき言ったような岩手におけるこの野党共闘の政治の流れを大事にし、それを発展させてほしいということは伝えています。ありがとうございます。またその野党共闘っていうのはニュータイプっていう言葉を私も2年前から使ってるんですけれども、無党派のですね、政党支持をしてない人たちも含むような新しい、岩手県で言えば県民的力の結集ということになっていく、そういうイメージで伝えています。佐野さんにもそのニュータイプになってほしい。まあ、もうすでにニュータイプなんじゃないかなと、ニュータイプになっている人だなと思っています。ありがとうございます。毎日新聞の安藤です、よろしくお願いします。はい、先ほどワクチン接種の質問出たのでそれに関連してお聞きします。3回目の接種、まあ、早ければ12月医療従事者からというお考え示されてますけれども、このまま3回目の接種がどんどん拡大していくと、まあ、医師会との連携など先ほどおっしゃっていましたけれども、大規模な、接種体制というのを
かなり長期間、長期にわたって、維持していかなきゃいけないという、まあ、県内全県的な体制にも関わってくると思います。と岩手県の、64歳接種率は全国でも低い方ですし、この接種体制を、維持していったりですとか、まあ、長期間にわたってやっていくっていうことはかなり、岩手県の、まあ、医療に対しても、まあ、かなり医療従事者に対しても負荷もかかってくると思います。この長期間にわたる医療ワクチン接種体制維持に向けてどのようにお考えでしょうか。ワクチン接種率については全国平均より、まあ、1ポイント少ないくらいでしょうか。順番からすればこう下から、8番目とか9番目とかそのくらいではあるんですけれども、まあ、全国平均にこうついていってはこう遅れを取らないようにこうついていってるくらいだとは思っているんですけれども、でも指摘あった通りまあ、かなりこうギリギリの体制でそれをやっているというところはあります。医療従事者への接種というのは基本的に県がやりますので、市町村が今住民の皆さんへの接種こうラストスパート11月末までの終了を目指してのこうラストスパートに入っていく中、県が医療従事者3回目をこう準備しながらうまくいけばこう11月から12月にスムーズに2回目3回目とこう移行していくことになるんですけれども、まあ、その際、まあ、市町村にあまり負担をかけないようにしつつ、また県としてもこう市町村への応援ということもこうやれるようにしつつこう、医療従事者の3回目接種をこう準備するというそういう段取りになります。なかなかこの今後長期間にわたるこの、まあ、3回目接種となっていくとまた同じことの繰り返しで、まあ、なかなか抜本的な対策っていうのは国を挙げてでも難しいとは思うんですけれども、何かこう秘策といいますかアイディアはございますか。こう高齢者接種に入っていくと今度はまあ人数が多くなるし市町村もやらなきゃならないということで、まあ、かなり大変になってくると思うんですけれども、まあ、まだそこの段取りはこう国の方でも具体的には決めておらず、まあ、日本中どこの都道府県もまだ具体的には決めてないんだと思うんですけれども、まあ、今第5波がまあ収束しつつあり、東北の方はこうもうほぼ東北全体ほぼゼロにこうなりつつありますし、日本全体としても、第2波の後とかひょっとしたらこの第1波の後みたいな日本全体ほぼゼロもこうあり得る、まあ、そういう状況の中でのこうワクチン接種の必要性っていうのをこう見極めていく必要もあるのかと思います。もちろんこう変異株が出てきて、第5波以上の第6波が起きる危険性ということもこう意識 しなければならず、3回目ワクチン接種をもうスピーディーにやらなきゃならない場合にはもうこれはやらなきゃならないことはこうやるというのが危機管理でありますので、まあ、今八重樫浩司、前政策企画部長がワクチン特命担当となり、医師会など関係機関医療関係者とこう連携しながら、でまた岩手県の中にもこう特別のワクチン接種支援体制を作ってこう市町村を支援するという特別な体制を組んでるんですけれども、まあ、これをフル回転させながら必要な接種はこれはきちっと行っていくというのが基本です。分かりました。ありがとうございます。最後に、政務のこと、まあ、衆院選のことについてちょっと少しお聞きします。7日に小沢一郎代表が盛岡入りしまして、記者会見開いたりですとか、まあ、その前に選挙区回られたりとか、激励していました。で知事は7日の日、まあ、夜になると思うんですけど、小沢一郎と代表と小沢代表とお会いになったんでしょうか。ここはこう臨機応変な関係の中でやり取りをしているぐらいの答弁にさせていただきたいと思います。
お会いになったんですか。そこは、まあ、臨機応変な中でこうやり取りもさせていただいているということです。もう一点、県議会の一般質問でも質問が上がっていましたが、まあ、2連ポスターについてお伺いします。はい、2区ですと大林さんと、2連で知事が並ばれておりますけれども、1区では佐野さんを擁立したの知事でいらっしゃいますが、まあ、ポスター見ていますと2連で知事はなっていないということですけれども、どのようなお考えから2連になっていないのでしょうか。主催者側の、まあ、意向として私もこう弁士にしてポスターに載せるという、まあ、構想もあったけれども、いい結果をこうもたらすためには初期の段階においてはこう控えめな対応で、さまざまなこう関係者に配慮することが大事という判断で、私への2区でやったようなこう依頼はしないという、まあ、そういうニュアンスのことをこう伝えられています。知事はその依頼に対して、まあ、量として、そのように受け止めたというか、まあ、その意向を尊重されたということなんですか。やっぱり何か大きいものをつかむためにはこう小さいものを掴んだままではこう大きいものを掴めませんので、早い段階からこう何でもこう自分で掴んで自分のものにっていう、まあ、欲張った感じじゃない方がいいなと私も思っています。IBC 岩手放送の武田と申します。たびたび話題にも上がっているんですけれども、全国的な医師不足について、知事も地方での医師確保についてかなり取り組んでいらっしゃると思うんですが、今月から県立釜石病院の方で分娩の受け入れが停止となり、先月仮に急なお産が起こってしまった場合や、乳幼児の体に何かあった場合の、体温訓練が消防隊員などの間で行われたんですけれども、県として、まあ、そういった何か大変な事態などに備えて今後ドクターヘリをさらに何かこう活用したりですとか、医師をなんとかうまくこう、はい、向こうの方に出したりとか、そういうお考えって現時点で何か考えていらっしゃることはありますでしょうか。この出産後の小児科医療のこの関係とも合わせて、二次医療圏や周産期医療圏っていうこの複数市町村またがる広域の中で少ない医療人材の下で、まあ、最大限この安全安心に分娩できる、そして子育てに移れるような体制を県立病院において工夫し、まあ、県もこうそういう県立病院の経営判断、医療局の経営判断を元にしつつ、それをこうサポートするような、いざという時のこの移送のためのこう車やその車の中に設置する、検査器具、そして通信装置等々この支援するような、事業をこの補正予算にもこう盛り込んで、補正予算案にもこう盛り込んだわけであります。いろいろその地元の皆さんの声もこうどんどん意見出す場があり伺っていますので、それを参考にしながら、一方では医療体制の組み立てをこう専門的な見地からやってもらって、そしてそれを県としてもこうサポートする、そういう姿勢で臨んでいきたいと思います。最後に関連してもう一つ、なかなか新型コロナウイルスの関係もありすぐに地方の医療にっていう話にはならないかもしれないんですけれども、そもそものその医師不足の部分で、まあ、県だけではなくて医師会や医大の方ともいろいろ関係があるとは思いますけれども、これまで県としては奨学金などで
地方に医師を増やせないかいろいろやってらっしゃいましたけれども、やはり時間がかかるということで目に見える効果っていうのはすぐ出てきてないのが現状ではありますが、その部分について何か今お考えがありましたら教えてください。奨学金支援制度は少人数ずつではありますけれども、こう毎年着実に増えていくという意味では、これが医師不足解消のまず基本ではあります。ただおっしゃる通り、こう今こう足りてないという状況はこうありますので、即戦力医師の確保ということもこれは常にこうやっているところではあります。そして地方の努力だけではカバーしきれないっていうのが医師不足県共通の認識で、それで、全国知事会を通じたり、あるいは有志の知事の会を作ったりして、国に要望し、国もさまざま研修でこう地方でのこの医療の研修を確保して、少しでもこう医療人材を地方へっていうののこう検討を始めたりとか、そういうところはこう出ていると思うんですけれども、やはり地元の努力プラス国の努力でこう医師不足をこう解消していくということをさらに進めていきたいと思います。めんこいテレビです。明日で衆議院が解散になるということで、改めてこの4年間のですね、自公政権の評価、知事はどのようにこう評価されるかというのを教えてください。この4年間って言いましたっけ、そっかそっか、今の衆議院議員さんの任期ということですよね。新型コロナウイルス対策というのがあったんですけれども、去年こう通常国会をやって、野党の方の意見もこう踏まえて、対策を講じるというところで、政府与党がこう準備した予算や制度をこう変更したりとかしてですね、それで最大限、いい対策にして実行するというところでこう成功例があったと思います。やはり国会を中心にしながら、もう広く国民の力をこう結集するような形を作っていくことが望ましい中、それぞれのこの党勢拡大とか党としてのこう主張みたいな、与野党こう一つになれないような形が続いて、そして、今総理大臣が変わったあと、変わる前もですけど、この第5波をめぐって国会をきちっと開いて審議の時間を増やすべきっていうこともこう実現できないでいるっていうのは残念だと思います。自民党さんもこう野党経験の中でそのかなりこう極端な、分かりやすい表現、ジャーナリスティックな表現ですが、右の方ですね、こういわゆるこう右の方の、政策とか理念とか、それをこう強調するようなスタンスを野党時代に、作って、それでこう安倍総裁の下政権交代に成功ということで、その成功体験から自民党の歴史の中で見るとこうかなりこう右寄りの形でこう進んできて、今に至っていると思うんですね。今回の総裁選挙でそれでいいのかっていうこともこう論点だったと思うんですけれども、その野党経験のトラウマから あるべき姿よりややこう右寄りになってしまうっていう傾向が自民党さんにとって一つこう大きな課題、この4年間についてもそうなんじゃないかと言えると思います。その上でも来週火曜日には公示となるわけですけれども、特に今回の選挙の争点、知事としては一番何が争点とされるべきとお考えでしょうか。
新型コロナウイルス対策、そしてそれとセットで、東京一極集中の是正ですね。今度こそ東京一極集中是正を成功させ、地方創生を、成功させるということがこう中心になると思います。その中で、東日本大震災被災地にはこの復興というテーマがそこに、入ってきますし、日本各地それぞれのこうテーマがそういう、こう東京一極集中是正、そしてコロナ対策というところにこう入ってくるんだと思います。わかりました、ありがとうございます。岩手日報の小林です。先生、もう一度お願いいたします。はい、衆院選の、すみません、1区の公認の件なんですけれども、平野選対委員長のご発言で、佐野さんの対応についてですね、今後、どういういい策を考えたい、知恵を絞りたいというようなお話がありまして、知事が考える今後の対応というものについて、佐野さんの対応については、どのような形が望ましいというようにお考えでしょうか。多数講演会の方で直接聞いている話でもありませんので、基本的にはこう今まで考えてきた通りのやり方をこう貫くということが基本になります。いました、ありがとうございます。朝日新聞の大西です。はい、先ほども話題に出ました小沢先生についてです。小沢先生、衆院選を前に取材を受けられる機会も増えてきております。とってもお元気であってですね、記者をこう活発するようなお力も健在のように感じております。かねてから政治の師と達人知事言われてましたが、達人知事が最近直近のやり取りで何か教えてもらえることそうですね。去年の話はちょっとこう古すぎるので、最近の話であれすると、50代60代を節制すると元気な70代80代を迎えることができるっていうのはちょっと古い話で全然最近の話じゃないんですけど、元気っていうのは本当50代60代の頃、朝の散歩から肉を食べないとかお酒の量を制限するとか節制してたので、アメリカのバイデンさんや世界中にこう80歳ぐらいの指導者政治家っていうのはいるんですけれども、そういう人たちと比べてもこう遜色ないくらい若々しいので、やっぱりそういう自己管理が大事なんだなと思います。バイタリティの源、それは精神的なものも含めてですが、これはどこにあるとお考えでしょうか。こう純粋な公っていう頭でものを考えられる、天下人の発想って言ってもいいと思うんですけれども、この個人的なプライベートな次元で損得とか考えるんじゃなくて、今の日本どうすべきかとか日本の政治はどうあるべきかっていうような、そういう次元でこうものを考えると、
公然の機といいますか、理想を実現しようというエネルギーがこうコンコンと湧いてくるということだと思いますね。こう個人的なプライベートな利害関係にとらわれていると人間どんどん消耗していくんだと思うんですね。こう天下人の視点に立って天下国家をどうすべきかっていうことを考え、それに基づいて行動しているとやればやるほど元気になるっていうところがあるんだと思います。東京での取材ではですね、後継者に関する質問も出ました。タッソ知事をはじめとして多くのチルドレンのような政治家を出してこられたと思います。一方で小沢先生自身の後継者ということに関しては見えてこないんじゃないかという質問が東京でなされましたが、タッソ知事は小沢先生の後継者という意味ではどのように見てらっしゃいますか？基本的にはこう、後から育ってくる政治家たちはこの、権力を奪い獲得するっていう姿勢で、そういう、権力とか政治的な力っていうのをこの譲ってもらうとかですね、なんかそういう甘い発想になるとこううまくいかないんだと思いますね。ですからそういう生きのいい若い人が出てくるのを待ってんじゃないかと思いますよ。最後に一旦消滅したルークが奪い獲得しに行く機会も今後あるかもしれないと思ってていいですか？まあ、スターウォーズの話がそのまま進むかどうか、こう私は映画通りに現実がなればいいと思うんですけれども、まあ、昨日その、まあ、それに逆行するような現実の動きがあったので、まあ、改めてこう念力をこう強化、思う願う力を強化強めなきゃならないなと思ってます。ありがとうございます。お願いします。盛岡タイムズの先でございます、はい、私もその一度新年隊となってしまったルークの話なんですけども、一度その佐野さんの質問の際に私は新年隊になられたという話がありましたが、今日のお話だと臨機応変対応するということで若干実体化してきてるかなという印象も感じたんですが、そのあたりの、まあ、ご自身の認識というかどういった状況なのかお聞かせ願います。そこは予告編にはこう出てこないところですので、選挙戦本番中の私の動きをお楽しみにというところです。サプライズ登場というのも、でもこれは臨機応変にとしかもう言いようがありません。わかりました。ありがとうございます。読売新聞の中根です。よろしくお願いします、はい、私も衆院選の件で伺いたいんですけれども、先ほど佐野さん の、まあ、支援といいますか今後について先ほど発言で今まで考えてきた通りのやり方を貫くということが基本だと発言ありましたけれども、ということは、まあ、今後も佐野さんについては、まあ、支援をしていくというそういう考えになるんでしょうか？特にこう現状変更するような状況にはなってないということですね。いや、支援は続けは しないというか臨機応変。いやもう一貫して応援し、また相談に乗ったりとかそういうのをこう変更するような状況の変化というのはないと考えています。というのが立憲民主党本部ではその佐野さんを独自に応援した場合、まあ、その行為は反党行為になるという考え方が支配的になっているようなんですけれども、そういう中でも支援は続けていくということですか？
ちょっと何言ってるか分かんないっていうような今のこの話ですよね。2年前の参院選、知事選で最先端もうニュータイプとかいう話になっている、それまでの積み重ねの延長上にあるものが何かの反動行為っていうのはこうありえないことだと思います。わかりました、ありがとうございます。以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。